風の又三郎、宮沢賢治。ドッドドドドウドドドウドドドウ、青いくるみも吹き飛ばせ、酸っぱいかりんも吹き飛ばせ、ドッドドドドウドドドウドドドウ。谷川の岸に小さな学校がありました。教室はたった一つでしたが、生徒は3年生がないだけで、1年から6年までみんなありました。爽やかな9月1日の朝、青空で風がどーっとなり、日光は運動場いっぱいでした。子供たちが教室に入ると、赤い髪の男の子が机に座っていました。風とともにやってきたその奇妙な転校生を子供たちは風の又三郎だと思いました。転校生の名前が高田三郎だと知ると、子供たちはやっぱり風の又三郎だと思ったのです。東北弁を話す子供たちにとって、都会の言葉を話す三郎には違和感がありましたが、6年生の一郎たちと三郎は仲良く遊ぶようになりました。高原で馬と遊んだり、ぶどうを取ったりして遊ぶうち、三郎は馴染んできましたが、やはり村の子供たちにとって三郎は少し変わった子に思えました。川遊びに行った日、夕立がやってきて、風が吹き始めると、みんな泳いでいる三郎に向かって、雨はざっこざっこ雨三郎、風はどっこどっこまた三郎と囃し立てました。三郎は誰が叫んだのかと言いましたが、誰も返事をしませんでした。後日、風と雨が激しい朝、一郎は風が胸の底にひどく染み込んだように思いながら起き、いつもより早めに友達の木助を誘って学校へ行きました。学校に着くと、二人は先生から、三郎がお父さんの仕事の都合で昨日転校して学校から去ったことを聞きました。昨日は日曜日だったのです。やっぱりあいつは風の又三郎だったなぁと木助が高く叫びました。二人はしばらく黙ったまま、相手が本当にどう思っているのか探るように顔を見合わせたまま立ちました。風はまだ止まず、窓ガラスは雨粒のために曇りながら、またガタガタ鳴りました。おしまい。補足。1934年に発表された本作は、東北を舞台に村の子供たちと不思議な転校生の交流を描いたものです。本作は賢治が何を意図したかについて、今もなお様々な解釈があります。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。